こんにちは、チーフのミラです。12月12日、本日はフロンティア TV を始めます。今日は、貫地谷しおりさんや加藤愛さん、また、瀬戸朝香さんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。さて、本日金曜日、メールマガジンを発行しておりますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、本日メールマガジン191回目、1番目の不動産クイズ、ラーメン構造、つけ麺構造、実際にあるのはどっち。答えはメールマガジンの1番下、来週のフロンティア TV、 またブログ等で紹介します。先週の不動産クイズは、エアコンの数え方はというものでしたね。正解は1台もしくは1機というように数えます。まあ、数字の後につくものはですね、こんなにあるんですね。ちょっと聞いたことがないようなものもありますけれども、結構あるんですよね。はい、続きまして、世界文化遺産富士山の見える賃貸物件、フロンティアガーデンエクセレント、サンディ系、山梨県富士吉田市新倉にございます物件。これは100点でしょう。夜は富士、こちら観覧車のイルミネーションが綺麗に見えまして、昼はもうバッチリ見えますね。これ100点。その物件はこちらの 3DK、 山梨県富士吉田市新倉にある6階建てマンション、今回4階角部屋が開く予定の物件を紹介させていただいておりますね。南向き日当たり良好ですね。可変扉を開けたり閉めたりすることもですね、 3DK2LDK に変更可能です。収納もたくさんありますね。洗濯物もよく乾きそうです。洗面に洗濯機置き場あるんですけど、その上に小窓がついていると。バス、トイレ、それぞれ別トイレに、まあ、小窓もついてますね。まあ、もちろんエレベーターも完備している。物件の目の前が大型スーパーですからね、生活も非常に便利です。はい、動画も用意しておりました。本日のブログ詳細はこちらをクリックで、物件詳細も出てきます。戻ります。3番目、地域情報、富士吉田市第2回市民スポーツ健康マネジメント講座、いつまでも元気で活躍するための運動スポーツのすすめ、実技編ということでですね、明日14時から下吉田第2小学校体育館、で開催されます。富士河口湖町は第12回富士山へ金河新年、富士山に当てた年賀状を募集していると。はがきの裏に富士山のイラストを描き、富士山に向けたメッセージを記載。こちらは12月8日ですから、もう始まってますね。1月30日まで、最優秀賞には2枚の賞金品券、他いろいろな賞があるみたいです。詳しくはこちら富士山ボランティアセンターにご連絡していただければと思います。はい、では、本日はフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。